ちょっとした差で点が入ったり入らなかったりっていう勝負だと思ってたので、まあ、自分のところでクロス上げられてしまったり自分のシュートが入らなかったりでなかなかチームの力になれなかったっていうのが率直な感想なので、次は力になれるように頑張っていきたいなと思います。やっぱり自分の持ち味である運動量を生かして2度3度追って相手を苦しめるというようなことができればと思ってましたし、積極的に裏に抜けてチャンスメイクできたらなと思ってました。やっぱり今日首位と対決ということでお客さんの数も多かったですし、まあ、そういった中で必ず勝ちたいと思ってましたけど、それができなかったというのはやっぱりまだまだ実力が足りなかったと思うので、なかなか前を向くのが難しい状況かもしれないですけど、下を向かず切り替えて次の試合に向かっていきたいなと思います。やはり運動量を武器に僕はやっていくつもりでいるので、今日できたところとまだ不足していたところと反省をしっかりして、次は自分の武器を皆さんの前で披露できるように、もっともっと目立てるように頑張っていきたいなと思います。改めて本日は応援ありがとうございました。たくさんの方に来ていただいたんですけど、なかなか勝利という結果に結びつけられず本当に申し訳なく思ってます。ただこの悔しさを次回必ず果たしたいと思うので、まあ、また自分の力でチームを勝たせられるように一番努力していきますし、チームとしても下を向かずまた連勝できるように頑張っていくので、今後も応援よろしくお願いします。